ハヤパは、大日本帝国海軍の駆逐艦。一等駆逐艦。ハヤパは、夕雲型駆逐艦の12番艦。舞鶴海軍交渉で建造され、1943年7月末に、竣工した。第11水雷戦隊で訓練を行った後、8月20日府で、新編された第32駆逐隊に所属する。10月中旬に、低3号輸送部隊として、 トラック白地進出後、第二水雷戦隊各艦と共に行動する。11月上旬には、従順洋艦部隊と共に、ラバウルに進出するが、ラバウル空襲に遭遇して3 2る両艦、鈴波を喪失した。トラック白地寄討後、早場は、クエゼリン艦章、パラオ、サイパン、ボルネオ諸島方面への輸送作戦や、船団護衛任務に従事した。 1944年1月中旬、平旬の城島と共に空母随砲と運用を護衛して内地へ帰島した。本艦は横須賀海軍交渉で修理を行う。2月中旬以降、従順高尾を護衛してパラオに進出する。その後は訓練や戦団護衛任務に従事した。6月7日、タウイタウイ白地周辺で米潜水艦ハーダーに撃沈された。 駆逐艦皆月の創作及び大戦相当中、ハヤパもハーダーの来撃により撃沈された。ハヤパは、1942年度歌唱第340号艦として1942年1月15日、マイズル海軍交渉で航。マイズル海軍交渉は本艦を含め遊雲型6隻の建造を担当した。7月10日、建造中の駆逐艦は、 早やと命名される。同日府で遊雲型駆逐艦に類別。7月18日、舞鶴で島風型駆逐艦島風が浸水した。12月19日、早やは浸水した。同日府で正式に舞鶴守術席となる。1943年6月25日、日本海軍は駆逐艦複数席艦長等を歴任した清水一郎中佐を はやっ偽装委員長に任命する。6月28日、舞鶴海軍交渉のはやっ偽装委員事務所は事務を開始する。7月31日、ハヤパはやっは春行した。清水中佐は正式にはやっ駆逐艦長となる。主要初代幹部は、水雷長、金井敏夫大尉、公海長、玉木博史大尉、機関長、花田茂美大尉、法術長大変、工事注意。 軍委長、神田豊。同日、偽装院事務所を撤去。舞鶴海軍交渉は、秋月型駆逐艦や松型駆逐艦の建造と並行して、夕雲型三隻を立て続けに完成させることになった。早場の竣工と、同日、藤永建造船所で夕雲型駆逐艦の11番艦藤波も、竣工した。早場と藤波は、訓練部隊の、 第11水雷戦隊に編入された。内南洋部隊編入中の第6駆逐隊を除き、第11水雷戦隊は日本本土で訓練に従事した。8月17日、主力部隊はクレを出撃、トラックに向かう。第11水雷戦隊は主力部隊航路前方の紹介に従事した。8月20日、日本海軍は夕雲型駆逐艦3隻により、 第32駆逐隊を編成する。初代第3 2る司令は、白津湯型駆逐艦夕立初代艦長や、影楼型駆逐艦、時津風初代艦長等を歴任した中原義一郎大佐。8月21日、駆逐艦4隻は不層型戦艦山城の内海西部海港を護衛することになった。11水船は、島風型駆逐艦島風の訓練に協力しつつ、 横須賀に移動した。8月26日、5隻は横須賀を出発。翌日、瀬戸内海に到着した。その後も、第11水雷戦隊各艦は訓練を実施した。9月30日付で、第32駆逐隊は第2水雷戦隊に編入される。引き続き、第11水雷戦隊の指揮を受けた。また10月1日付で、 第32駆逐隊に遊雲型駆逐艦玉ハが編入され、同隊は遊雲型4隻を揃えた。ただし玉ハは空母順洋等を護衛しており、32× 本隊とは別行動である。9月下旬、連合艦隊は戦艦山城、航空戦艦伊勢及び第11水雷戦隊により、第3号輸送部隊を編成した。これは日本陸軍講師隊の一部を、 カロリン諸島のポナペ島へ輸送する任務である。こう隊の輸送は2回に分けて行われることになり、低3号輸送部隊は第2次輸送であった。10月15日、低3号輸送部隊は再起及び分後水道を出撃する。10月20日、トラック諸島に到着した。戦艦搭載の物件を各艦と輸送船4隻に微細する。 第11水雷戦隊は3回時にわたり、ポナペ輸送を実施した。10月28日、第3号輸送部隊は解散した。同日付で、第32駆逐隊は、第2水雷戦隊に復帰する。遊撃部隊警戒隊所属。第11水雷戦隊は、空母巡洋や運用等とともに、内地へ戻っていった。 1943年10月31日から11月1日、連合軍はブユゲンウィル島のタルキナ岬に上陸を開始、ブユゲンウィル島の戦いが始まる。連合艦隊司令長官、小根内大将は、まず第一航空戦隊航空戦力を南東方面に投入し、続いてトラック白地の主力艦艇も南東方面に投入することを決定した。 11月3日午前7時45分、第二艦隊司令長官、栗田武雄中将指揮下の従順洋艦部隊、第二水雷戦隊は、トラック白地を出撃した。航行中の4日午前、航行不能となったタンカー西小丸の救援に鳥海と鈴波を分離する。11月5日午前6時頃、栗田長官指揮下の遊撃部隊は、ラバウルに到着した。 同日午前7時、空母2隻を機関とするアメリカ機動部隊は、ラバウル在白艦艇,艇に対する空襲を観光する。栗田艦隊の従順部隊は各艦とも損害を受ける。南東方面艦隊長艦、草勝友一中将は栗田艦隊のトラック白地機等を加齢した。航行不能のマヤを除く従順各艦は、11月7日から8日にかけてトラック白地に戻った。 栗田艦隊が去った後、南東方面部隊は、第10戦隊、第2水雷戦隊、第3水雷戦隊の残存艦により文言ビルと、太郎沖並先に日本陸軍を輸送、逆上陸を完光することになった。同作戦は、支援部隊、停身輸送部隊により実施された。輸送部隊は11月7日0007に、太郎沖並白地に後、午前1時までに揚陸を完了。 同日戦、ラバウルに帰島した。また、ブカシマ輸送を終えた3隻も同行に到着した。11月11日早朝、第50.3務部隊の増援を受けた、米軍機動部隊は、第2回目のラバウル空襲を観光した。この空襲で、ケージナガノが、魚雷命中により、艦備を喪失。二水船からは、駆逐艦鈴波が沈没する。 また、駆逐艦長波も大破した。多数隻に軽微な被害があった。南東方面艦隊の加齢によりラバウル在泊艦艇はトラック白地に撤退することになった。11月12日、先行してラバウルを出発したアガノと裏風をアメリカの潜水艦スキャンプが襲撃、引き込みなりしたアガノは航行不能となった。二水戦三隻はマヤエを中断。 十戦隊二隻の救援に従事する。野代は、阿賀野の栄光を開始した。また、トラック白地より、慶順ながら及び秋月型区畜間初月と両月が、派遣されて、順次合流、阿賀野護衛部隊となった。途中で、野代の栄作が切れたため、長良が,が、阿賀野栄光を担当する。十一月十五日夜、阿賀野は、トラック白地に到着した。 鈴波の沈没により、第32駆逐隊は3隻編成となったが、12月15日府で、遊具モ型駆逐艦浜ハ派ハを編入し、定数4隻を回復した。11月中旬以降、連合軍は、ガルバニック作戦を発動、米軍機動部隊によるギルバート諸島への空襲と上陸作戦が始まった。連合艦隊は、 米軍機動部隊との決戦に備え、Z 作戦用意を加齢する。ポナペ島配備の甲子隊、約2000名を、ギルバート諸島へ逆上陸させようという作戦である。第4艦隊司令長官を指揮官とする、タラワ増援部隊が編成され、第2水雷戦隊も同部隊に組み込まれた。第2艦隊司令長官、栗田武雄中将を指揮官とする支援部隊は、直卒の主体、 警戒隊という区分であった。死体と警戒隊は11月24日にトラック白地を出撃、26日ルオットを経由、続いてトリウミと2推薦のみ、クエゼリン干渉に進出した。だが、パラワ守備隊とマキン守備隊は玉砕し、同方面への逆上陸作戦は実施されなかった。続いて2推薦は、イミエジ、ウォッチ干渉方面への緊急輸送作戦に参加した。 洋上では、ギルバート諸島を気候空戦が正規したが、結局ギルバート諸島方面への増援輸送は中止となった。12月3日、遊撃部隊はルオットを出発する。12月5日、遊撃部隊はトラック白地に帰島した。12月11日、ハヤパはタンカー、日本岸を護衛してトラック白地を出発、パラオへ向かう。12月14日、 早やと日本岸はパラオ到着。同日、タンカーゲンヨーマルの護衛のため、パラオを出撃。途中で、駆逐艦カミナリと護衛任務を引き継ぎ、早やはパラオに戻った。早波が、戦団護衛任務従事中の12月15日、第2水雷戦隊司令官、高間艦少将は、第11水雷戦隊司令官へ転任。公認の2水戦司令官は、早川三夫少将となる。 12月20日、ハヤパはパラオを出発した。洋上で、駆逐艦島風より、竹広丸の護衛任務を引き継ぐ。12月22日、ハヤパと竹広丸はパラオに到着。12月23日、本艦は輸送船3隻を護衛して、パラオを出発。25日まで護衛した後、26日に、パラオへ戻った。12月28日、 パラオを出発。翌日、日英丸船団と合同して、吹雪きが宅地区間甘切りより護衛任務を引き継いだ。1944年1月2日、早パアイカ日英丸船団は第102号昇海艇と合流した。第102号昇海艇は日英丸船団を護衛してバリクパパンへ向かい、早パは富士山丸船団を護衛してトラックに向かう。 1>, 1月3日、富士山丸船団から分離した、早パと、曙けぼ丸は、パラオに開港。同時期、バリックパパンからパラオを経て、トラックへと向かう、国王丸、日本側及び竹広丸からなる、輸送船団を、第102号小海艇と共に護衛する任務に就くため、第32駆逐隊司令指揮下の2隻は1月11日に、パラオを出撃する。 戦団に第七駆逐隊が加わる予定であった。1月12日、早パと島風は第102号紹介艇と合同、戦団護衛任務を引き継ぐ。この戦団をガードフィッシュ、アルバコア、スキャンプで構成されたウルフバックが狙っていた。1月14日、正午ごろ、アルバコアの乱撃によってサザナミが沈没した。続いて、 ハヤパと島風が護衛していた日本岸と竹広丸も日本岸はスキャンプの来撃、竹広丸はガードフィッシュの来撃により、それぞれ沈没した。ハヤパと島風は敵潜水艦の制圧に向かったが、結果的に闘争を許している。その後、島風はパラを駅通した。ハヤパは生き残った国王丸と駆逐艦明けぼの同じく救援に来た。 駆逐艦春雨と共にトラックへ向かった。だが本艦は日本軍の艦上爆撃機に誤爆されて小型爆弾が命中、警備の被害を受けた。1月18日、第二水雷戦隊司令官早川幹夫少将指揮下の横須賀海港部隊はトラック白地を出発した。1月19日、同行していた空母運用が アメリカの潜水艦ハダックの雷撃で損傷している。早川少将は随宝と若葉を横須賀に先行させ、野代隊は1月20日サイパンに到着した。早葉と初島は対戦相当と警戒に従事した。翌日、野代と早葉は運用隊を残してサイパンを出発する。1月24日、野代と早葉は横須賀に帰島した。 修理と整備を行う。2月5日、早場の修理は完了した。2月14日、早川少将は第二水雷戦隊機関を後ろから高尾型従順洋艦高尾に変更した。2月15日、高尾と早場は横須賀を出撃、20日パラオに到着した。パラオ到着後、第二水雷戦隊機関は高尾型従順長会となった。 2月23日、トラック島空襲により、トラック白地から脱出した水上規模艦秋津島救援のため、早パはパラオを出撃した。24日、秋津島と合同し、翌日2隻はパラオに到着した。その後、早パはタンカー黒曜丸の護衛に従事した。4月中旬、早パは林ガ白地に進出した。の城はすでに林ガ白地に進出していた。 4月15日、第32駆逐隊司令は、中原義一郎大佐から降りた常雄大佐に交代した。中原大佐は5月8日府で、平旬ながら艦長となるが、8月7日のながら沈没時に戦死した。1944年5月中旬、第一機動艦隊、第二艦隊の大部分は、林河白地からタウイタウイに進出し、また来地で、 修理や連成を行っていた艦も、順次、タウイタウイ白地に進出、アゴ作戦計画実施に向け訓練を行う。だが、米軍潜水艦の行動が活発化し、航空部隊の訓練すら自由にできない状況になった。また、駆逐艦をあらゆる任務に投入して国使した結果、日米海軍の駆逐艦不足は深刻な事態に陥り、 艦隊の作戦行動すら危うい状況となった。6月7日、ハヤパは、米潜水艦攻撃に向かったまま行方不明となった、ムツキ型駆逐艦ミナズキの捜索と、対戦相当に従事していた。この時、タウイタウイ近海では、サミュエルディディーレイ艦長指揮下のアメリカ潜水艦、ハーダーが紹介を行っていた。ハーダーは、前日に、死没海峡で、 タンカー船団を発見して攻撃し、水月を撃沈している。檻からのスコールを抜けたハーダーは、航空機を発見して先行。1時間後、ハーダーが潜望鏡で、吹雪が宅地区間、すなわち早波を発見した。ハーダーは、戦闘配置を礼し、様子を伺うと、早波は、新一文字に、船鏡を目がけて突進してくる。11時34分。 ハーダーは600メートル足らずの距離で、ハヤパの真正面めがけて5秒おきに魚雷を3本発射。そのうちの2本が命中し、ハヤパは観光部を先にして沈没していった。第一戦隊司令官、宇垣間と中条は、陣中2誌、戦争62、ミナズキとハヤパの喪失を以下のように記録している。昨夜234556畜艦ミナズキは、 京川丸越え中敵浮上潜水艦攻撃に抗避、反撃に返し、消息不明なり、本朝木飛行機捜索を行い駆逐艦を発出す。1230早パキンの203度45回りに、お手開い号鎮、生存者45名の飛運に回減り、病地南方にて、駆逐艦の防湿これにて3隻に及ぶ。敵船は、 近畿たる何か特殊の方策を取りあるか、攻撃後一向に激破しえざるは、全く残念なり。時間次長連盟にて5月中の潜水艦による船舶の防湿は21万余トンに及び、全都関心に絶えずとして、一般の傾向を示して注意する所あり。対策について根本的に考え直すのようあるにひずや。うがきまとめ。 戦争6338ページ第32、駆逐隊司令、降り立つネオ大佐と、早っ艦長、清水一郎中裁下253名が戦死し、45名が救助された。ハーダーの戦闘報告では、発見されてから撃沈までわずか9分から12分の出来事だったと記している。6月上旬の日本海軍は、潜水艦の襲撃により、 駆逐艦4隻を立て続けに喪失することになった。当時の第2艦隊参謀長、小柳富次少将は、第1機動艦隊の大前参謀から第2艦隊に駆逐艦がやられるので、敵船が出現しても駆逐艦を派遣しないでくれとの申し入れがあったと、回想している。織田た令の戦死により、第32駆逐隊は駆逐隊司令不在となった。そこで、 夕雲型姉妹艦マ派艦長、青木球児中佐が6月15日府で、第32駆逐隊司令に転任。日本海軍は6月10日府で、早場駆逐艦長を、清水逸郎中佐から千本木十三四中佐に交代させる人事を発令していたが、青木中佐の 32× 司令着任に伴い、千本木少佐がマ派艦長となる。7月7日、 戦団護衛中のタワハが、アメリカの潜水艦ミンゴの雷撃で撃沈され、青木司令、千本木艦長ともに戦死した。8月10日、早パは遊グモ型駆逐艦、第32駆逐隊、帝国駆逐艦席のそれぞれより除籍された。清水逸郎中佐、1943年6月25日から1943年7月31日、 清水一郎中佐、1943年7月31日から1944年6月7日、戦死、同日付任海軍大佐、以後6月10日まで、駆逐艦長の発令なし、千本木十三四中佐、1944年6月10日から1944年6月15日。ありがとうございます。